よし、準備も整えてきたので、フローズンウォーターフォール、凍った滝でしょうかね、に挑んでいこうと思います。ラストダンジョンです。で、さっきからファントムにがなんか湧くようになってきちゃったので、ある程度雲を倒したらベッド作りに戻りたいと思います。で、今のところ平和、ちょっと氷の挙動を気をつけておかないと普通に落下しそうで怖い。今回も落下したら終わり系な感じですのでね。こっちがセーキルートかな。いろんなルートがありそう。なんかもうすごいんだけど。え、広くね？やべえ。弓落とした。しかも結構耐久あるし。まあ、全部、もうラストダンジョンなんでね、全部使い切ることないと思うので、もう、クラフトしちゃって。いや、動きづれね。特に、クリーパーの対処が難しそう。あ、やば。はい。うわ、穴でかっ。氷は結構脆いからね。いろんなルートあるな、また。これは迷路だ。なんかある、ここないか。今回松明めっちゃくちゃ持ってきてるので、もう無限に刺していきます。はい。スポーナーがなかなかないな、珍しく。下か、下行くのこれ。あ、なんかあるな。フローズンヘイズ。あ、なるほど。あ、そういうことか。羊毛二つあって、その片方はこの先にあるってことか。え、じゃあダンジョン、あと二つじゃないか。そういうことか。どうしよう。まあ、こっち来ちゃったんだったらこっち行くか。なんかこっちの方が難しい雰囲気が漂ってますが、いきなりスポナーがあります。ほい、ほい。やば、氷やばいな。うわ、こいつか。壊します。動きづらさがすごい。で、ま、え？クリーパースポーナーか？また。めちゃくちゃ左からゾンビの声聞こえるが、壁しかないので無視しよう。ここら辺になかった、さっき。あったあった。クリーパースポーナーはさっさと破壊しないとやばい、マジで。どこだ。あったあった。アガーディアン。なるほどね。前回はブレイズとかが活躍したが、今回はガーディアンですか。え、あ、なんか小僧も開いたし、もうこの3人ではないな。まあ3人衆は厄介オブ厄介だな。え、でも攻撃してこんな。ちょっと距離があるのか。まあ陸上、え、目の前で湧いたが。え、どこにスポナーあるの。当てずれとか、もうどんどん湧いてしまうな。あったわ。すげえとこにある。これがスポナー、え？クリーパースポナーか。で、これが、ドラウンドか。ドラウンドの、あれだよね。なんか見えないんだけど。やばい。こいつらな、厄介だな。もう、来んな。
無視した方が早い気がするわ。あったあった、スポナー。ちょっと待って、ブロック足りるか、これ。あ、もう一つスタックありました。で、いらないかな。低速落下いらないな。上か？これガーディアンか。これハスクか、ハスクじゃなくて、ストレイ。名前を思い出すのに必死。ちょっと下に降りてきてしまったのは、ミスかな？上登んなきゃいけねえ。あ、戻ってきたわ。さっきこっちから入ってきたんだよね。あれ、もう一個道あったっけ？なんかあったような、なかったような。全力で交代。オッケー、一応敵もねちゃんと滑ってくれるから、こっちが優位な体勢を整えればどうということはね。ダイヤ、え、ダイヤいいんですか？なんか罠の匂いしかないしないぞ。え、いいの？やった。いやもう、今すぐ回収して戻っ、帰った方がいいような気がしてきたぞ。で、ダイヤ装備整えていいみたいな。エンチャントテーブルはないから幸運エンチャントは使えなさそうですが。あっちかな？あれ？なんかまた戻ってきてるな。やっぱさっきの上が正しいる、いや、あっちも行けるってことか。こっちがルートか？あ、出たこのブロック。こっちじゃない気がしてるな。でもなんかなんだかんだいける。え？ちょっとスポーナーが見えてしまったからには破壊せざるを得ないんだけど。クリーパーやめてー。やめてー、死ぬ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 。あ、こっちがさ、あのフローズンウォーターフォールだから、クリーパースポーナーはえぐいて。なんか変なルートでこっち来たな。え、ちょっと待って、もう、わけがわからないよ。さよなら。どういう構造？こっち行けば戻れるのか？え、なんか、え？落下してた？なんかさ、絶対変なルートで来た気がすんだよな。合ってるこれ。戻ってる感じがする。あ、チェストだ。いらんな。まあ、間違いなく言えるのはさっき言ってた、ローズンヘイズだっけ？ヘイドズ？わかんないわ。さっきのあのダンジョンではないっていうことは確かだな。これ雲か？あ、湧いちゃった。でも破壊はできたか。オッケーオッケー。もう帰り道がわかんないんだよな。これストレイ？やってしまったなー、これは。これはやったなー。てか、
どこなのかわかんないよ、ここが。